ーレでどのくらいトレーニングしてますか？1年になります。ここのスクールを選んだ理由について教えてください。先生方やスタッフの方々がオーディションについてや怪我についてなど様々な面でサポートしてくださったり、また栄養学や解剖学、バレエヒストリーなどバレエに必要な勉学を学べると聞いてここを選びました。ここのスクールとなんか他のスクールの違いって何か感じてたら教えてください。私が以前留学していたアメリカのカンパニオに比べて表現の仕方だったりテクニカルな面であったり、振り付け家が言っていることをいかによく吸収できるかなどカンパニーに必要なスキルを学べると思いました。ここでどんなチャンスを与えられましたか？他のカンパニーの方々とレッスンだったりパフォーマンスができる機会があったり、またゲストティーチャーの方が来てくださる機会も多くてとてもいい経験になります。じゃあこの町ビクトリアについて何か教えてください。自然がとても多くて、あと町だとダウンタウンの近くとかだと可愛い建物があったり歴史的な建物があったりしてとても魅力です。ホームステイ先のホストファミリーについても何かあったら教えてください。ホストファミリーでは英語でコミュニケーションを取る機会がとても多くて、もし風邪をひいたりした時もしっかりサポートをしてくださるのでとても安心できたりします。では日本の皆さんに何か伝えたいことがあればお願いします。私は今このビクトリアアカデミーオブバレエで学べることができてとても良かったと思っているので、もし留学したいと考えている方がいるのであれば私はとてもお勧めしたいと思っています。このスクールを選んだ理由を教えてください。サマーインテンシブで1ヶ月間来た時に先生方の温かさやバレエの教え方に魅力を感じてこの学校で学びたいと思い VAB を選びました。じゃあここのスクールと他のスクールの違いって何かありますか？他の学校に比べて少人数な分先生方が一人一人のことをすごい見てくださるしケアしてくださることです。で私が怪我してしまった時も精神面でもすごいサポートしてくださったのがすごい救いになって安心して怪我を治すことに集中ができました。ここのスクールに来てどんなチャンスを与えられて、それによってまた自分がどんな成長を遂げたっていうふうに思いますか？日本にいた時よりもソロを踊る機会やソロで舞台に立つという機会をすごいいただいていることでたくさん数をこなすことによって経験しながらたくさんのことを学ぶことができています。特に YAGP でシアトル予選に出た時はとても貴重な経験になりました。じゃあこの街ビクトリアについてちょっとお話ししてください。夏はお花がすごい綺麗に咲いていて街に出るだけでもすごい楽しいです。で冬もカナダなので寒いですけどカナダの中ではすごい過ごしやすい気候です。で日本よりも人も少ないしフレンドリーで優しい人たちが多いのでなんだかのびのび暮らせてる気がします。じゃあ次に、ホームステイ先のホストファミリーのことなどについて教えてください。基本的にカナダでは19歳以下はホームステイで過ごすんですけど私がホームステイで住んでいた時は本当の家族の一員のように迎え入れてくださってすごい楽しく過ごせました。でコミュニケーションを取ることでお互いのこともすごい分かるしその英語も学ぶことができるのですごい良かったです。で休日にもし時間が合う時などはいろんなところに連れて行ってくださったり本当に楽しいホームステイライフを送ることができました。
では日本の皆さんに何か伝えたいことがあればお願いします。私は高校生の時は午前中高校にカナダの現地の高校に行って、それからバレエをしていたんですが、現地の高校を行くことで英語も他の教科もしっかり学ぶことができるし、バレエだけでなく高校での友達も作ることができました。で今でも休日にその高校の友達とお出かけすることもあるし、でバレエだけじゃなくて勉強もしっかりできるっていうところが、やっぱり高校生から留学することもすごいいいなって思います。最後に何かあればお願いします。私は VAB に来て1年半すごいいい先生方のもと、やっぱりいい環境で学べていて、本当に毎日が楽しくて VAB に来てよかったなって思っています。なのでこれから私はまだブリッジとして2年間あるのがすっごい楽しみだし、まあ、頑張ろうって思ってます。